収まって14頭ゲートイン完了スタートしましたまずは最初のホームストレッチですやや気合いをつけて3番アイアンバローズ去年の覇者アイアンバローズが先頭に立とうとして6番ミックスロジー並んでいきました4番シュバリエローズ2番のフルール34番手まずは最初のゴールの前です 5番番手8番ウェルカムニュースのうち10番フェーングロッテン、最内1番ダンディズム、直後に13番シルブロン、中段やや後ろが11番マイネル・ケレリウスと5番クール・ミラボーです、14頭が1コーナーをカーブ、あとはその後ろからサンライズ・ソレイユ、ゴールデン・スナップは今、後ろから3頭目です。まず先手は3番のアイアインバローズ リードを2馬身取って2コーナーに入ります2番手6番のミクソロジー体半分差ウち3番手が2番のフルール4番手4番シュバリエローズで1周目の向こう上面に入りました5番手イン1番ダンディズム並んで8番のウェルカムニュース向こう上面中ほどを進んでいきますウェルカムニュースの2馬身後ろ内に入れた10番フェーングロッテン外は13番のシルブロンです最初の 1000m の通過は1分4秒3ゆったりと各馬 流してていいまますす向向上面コーーナにかっきシルブロンの後ろ11番のマイネル・ケレリウス3コーナーカーブでその後ろから5番、クール・ミラボー14番のゴールデン・スナップは後ろから4投目今、先頭までは123馬身34コーナー中間です12番サンライズ・ソレイユ9番のフォワード・アゲン最後方7番の名ーブレゲ少し先頭と最後方の差は詰まりましたそれでも178馬身あります4コーナーカーブ 13頭を引き連れて去年の覇者アイアンバローズが逃げますリード1馬身後続を引きつけました2番手6番のミクソロジー3番手内2番のフルールで外4番のシュバリエローズ先頭まで3馬身のところまで来ました再びホームストレッチ再び拍手が上がります1番のダンディズムが内5番手ですさあここから3番のアイアンバローズ後ろを離していくか去年はここから離していきました まもなくスタートしての 2000m の通過ですどうでしょうか2分8秒ぐらい 1000m から 2000m も1分4秒ぐらいで進んでいます1コーナーをカーブしますまた後続を引きつけた3番アイアンバローズリード2シンで2回目の1コーナーです2番手6番のミクソロジー3番手内2番のフルール4番手が4番シュバリエローズ馬順変わりませんさあどこで各馬動いていくでしょうか 向こう上面に入ります5番手グループ14番ゴールデンスナップが位置を上げていきました先頭まで6馬身のところまで来ていますダンディズムウェルカムニュースその後ろからは12番サンライズ・トレインンポジションを上げて2回目の向こう上面の中ほどです13番シルブロン11番マイネル・ケレリウス10番フェイングロッタンまで差がありません残り1 0 0 0ーを切って3コーナー目指しますあと後方はフォワードアゲン 名称ブレで後方2番手になってクールミラボー最後方3コーナーのカーブに入ります3番アイアンバローズ残り800でリード1馬身をキープ2番手6番ミックスロジーで3番手グループは外から4番シュバリエローズが3番手に進出インの4番手が2番のフルールでさらにはジョッキーを促してゴールデンスナップさらには12番サンライズ・ソレイユが上がっていきました34コーナー中間から4コーナーその後一1番ダンディズム 13番シルブロンバグンギューッと凝縮してきて4コーナーカーブ残り400を切りましたさあここで4番シュバリエローズが先頭に変わったか直線コースを抜いた粘ってアイアンバローズ2頭の間ミクソロジーダンディズム外はサンライ・ズストレイユそして14番ゴールデンスナップ追い上げる13番シルブロン混戦200を切って坂を登ってくるさあ4番シュバリエローズを巡って外からシルブロン内からダンディズム間からはゴールデンスナップサンライ・ソレイユしかし4番のシュバリエローズ並ぶ13番のシルブロン並んだ並んでゴールイン 4番シュバリエローツ、13番シルブロン、3600m を走り切ってこの僅差。